どうもこんにちは。いつもボーダーをブレイクしたいオンドレアスです。今回はセガのハイスピードロボットチームバトル、ボーダーブレイクの方やっていきたいと思います。私もオープンベータの2日間しかプレイしていない初心者ですが、初心者なりに初心者はどうすればいいか紐解いていく、いつものあれやっていきたいと思います。まずはぶっつけ本番のカジュアルマッチ、じゃなくてですね。まずは NPC と戦うビギナーマッチもしくはストーリーがいいかと思いますね。特にストーリーモードは初回クリアでポイントがもらえるので、まずはクリアランク気にせず、サクサククリアしていけばいいのではないでしょうか。はい、練習はもう OK。メインコンテンツ対人戦行くぞというその前に機体カスタマイズしましょう。こちらオンドレアス専用機のドレアスブレイクですね。なんか溜まってたポイントでガシャ回したんですが、結果初期からある装備ばかりですね。初期からある装備でも全然戦えたので、とりあえずはまあ大丈夫。機体のパーツ選択は見たまんまですね。走行取るか機動性取るか射撃性能取るか、といった感じ。とりあえず好みでいいと思うんですが、一個気をつけないといけないのは積載ですね。右下に各兵科の重量表があるんですが、積載型だと 10% とか 20% 機動性能差があるので、ここだけ注意しましょう。チップについてはパイロット、ゲーム内通称ボーダーを使い込むことによりゲット可能。しかしこのシンクのおっぱいを使い込んでゲットしたダッシュ、0.1 速度アップするのですが、この機体の速度が23なので、23が 23.1 になるという、ウサインボルトかスネ毛剃ったウサインボルトかぐらいの差しかない。ただこのワイアットという支部面の持ってるチップ、予備弾数。これ割合ではなくバズがもし一発増えるとかならめっちゃ強いと思うんだがどうだろうか。ちなみに私は武器ガシャとかよりの一番におペコのこのハちゃんを買いました。知らない人も多かろうと思いますが、メイン画面で三角を押すことによりおペコが喋ってくれますね。あ、暑いのは苦手なんです。涼しいところでおとなしくしていたいなって。かわいい。お待たせしました。メインコンテンツ10対10のチームバトルやっていきましょう。現在はランクマが実装されておらず、カジュアルのみですね。このゲームの基本は前線を支え、足回り優秀な強襲、いろんな兵科触ってみるのもいいと思いますが、まずはこの強襲を多めに使って、基本を理解していくのが大事なんじゃないでしょうか、多分。はい、このゲームダッシュは基本押しっぱなしで放つ強押し連続のバッタブースト、押しっぱなしのブースト、巡航よりもバッタの方が速いからですね。なおかつ間に屈伸を挟むことにより、ブースト回復が速くなるので、このバッタブーストと屈伸回復はこのゲームの基礎の基礎の基礎、多分、間もなく解説します。大体こういうリスポン拠点が5個なゲームでは3個目を初動取れるかが割とミソ、あると思います。このゲームご覧のようにかなりハイスピードなのでマシンガンやガトリングを敵に当て続けるのがかなり難しい。しかしグレネードやバズーカ地面打ちは別ゲーでエアというほどやってるのでいけますいけます。グレネードは投げるモーションが長いのでジャンプする前に投げ始めるといい感じにジャンプ投げができますね。ヘッドショットは威力 2.5 倍らしいのでマシンガンは頭を狙うのがセオリーらしいんですが、無茶をおっしゃるよねー。正面の敵だけじゃなく横の敵にツンツクしてみます。はい、ご覧のようにこのゲームロックオンが大変甘えておらず補助程度。私がいつもやっているゲームならロックオン800とかそのあたりでしょうか。いやあ、これでヘッショとかむずすぎでんがな。ボダゼーやばすぎー。束ねるは成し遂げの息吹、輝ける命の哺乳、踊れカリバー。グレネード使い切ったワイにはもうこれしかおまへん。踊れカリバー。踊れカリバー。はい、ボダブレの格闘なんですが、隙が大変大きいのはあれとして、切り替えがめっちゃ遅いので、グレネード格闘などを狙うのは結構厳しめ。壁挟んで退治している敵などにあらかじめ装備しておいてぶちかますのがいいかもしれませんね。リスポン拠点のことをプラントというのですが、これこの位置から踏めるんですね。いいぞこのポジ取り。バレてないね。拠点を取るのはコア突撃に直結するので、めっちゃ重要。多分、もう少しでプラント占拠。プラントは俺が守る。踊れカリバー。
撃破ならずでしたがめっちゃ吹き飛ばせましたね。プラント制圧完了、いいですね。完全に流れはこちらチームになったでしょ。格闘でおばきしたから逃げられない。リスポンにかかる時間は10秒、機体のクールタイムとかは一切ないですね。いろいろ使いたいところですが、まあ初回なんで強襲メインでいきましょう。ちなみに初動の時に巡航よりバッタの方が速いと言いましたが、距離や機体性能によっては巡航の方が速い場合もあると思うので、あしからず弾入れオンラインの経験を今活かすとき、この着発グレネードが割と思い通りに飛んでくれるので、このぐらいの距離感なら当たる当たる。結構アーマー減らしましたね。いいぞ、これで終わりだ。いけ、ライジングショット、ナイス撃破。これが俺の培った弾入れ力。さて、ダサい戦闘をお見せしたので、こっからはスタイリッシュに戦いましょう。とはいえバズやズレに頼らないマシンガン戦闘は割と強い。おお、これが強襲の立体機動戦闘だ。もう無理ー。マシンガンも相手がアーマー満タンじゃなかったら全然いけますね。さてどこから出ますかね。おお、まだディープラント取れてんのか。これは補給力高いですな。マシンガンから入って倒せる気がしないので、私はズレからのマシンガン機体で戦ってますねー。あんまりダメージ通らなかったな。どうやら爆風減衰あるみたいですね。ナイスグレネード。これは直撃コース、一気に攻め立てる。オラ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 、逃がさねえよ。怖っ。どうやらロックオンはカメラから外れすぎると強制解除されるみたいですね。マウス感度、もしくはパッド感度は低すぎると、さっきみたいな時に対処できないので、結構高めの方が良さそう。うごごごご、よく見たらこれ突っ込みすぎ。やっぱチームバトルなんで仲間意識しないとダメですね。さてそろそろ重火力行ってみましょうか。強襲が前線支えると言いましたが、この重火力も歩兵戦が強く、後ろでイモイモする兵かというよりは、コアトスが厳しい代わりにより歩兵戦に特化した、歩兵戦がキムチマシーンって感じの印象を受ける兵か、そんなにストレスにならない足回りに高耐久、当てやすいバズーカ、スペシャルウェポンは打ち切るとリチャージマックスになるまで使えなくなるので、打ち切る前にやめましょうねと言おうとしましたが、止め方がわからず打ち切ってしまいましたね。はい、ウッチェンジミスで逃した。弾は2が3、バズも強いしスペシャルウェポンも強い。そしてガトリングゴリゴリ押し付け、ごわー、ダメージ食らいすぎ。なんだ今の攻撃、気持ちいい。配線士であればあるほどバズとグレネードは強くなると思いますね。その代わりマシンガン、ガトが当てにくくなると思うので、感度調整はどちらも気持ちよく当てれるところに微調整していけばいいのではないでしょうか。オダグレの海は汚染されてたんだかなんだかで、入るとガシガシダメージが入る毒沼。様の行動は読める。ここだよーん。どう見ても直撃ナイス先読みだと思ったんだが、射程が足りなかったか。まあこの重火力やっぱ強く感じますね。特にバズの取り回しが良くて初心者でも安心。あーでもなくなっちゃった。不安しかない。ガトリングは発射までにめっちゃディレイがあるので先打ち上等。中心オバヒー。このオレンジの枠が重心の加熱具合、差に合わせて6本になってもまだ打つとオバヒするみたいですね。さてさてずっと歩兵戦してるんで、一度はコアトスしたいところですが、プラントを脱出しようとめちゃくちゃ集まってますね。これはグレネードチャンス。しかも歩兵している、高所グレネードに来るエロー。ははははは、怖かろう。めっちゃ撃破できるやん。残党処理だ。あの疲弊した状態ならマシンガンでも全然いけるやろ。死角外からのマシンガンランプ受けね。2体おりますやん、やばくね。踊れカリバー。まあ踊れカリバー間に合ってなかったわけなんですが、視聴者にはバレてないわず、突一体んだが抜けれそうなルートがない。束ねるは成し遂げの息吹、輝ける命の哺乳。踊れカリバー。あー気持ちいいです。はい、これ初期武器なんで、もっといい刀が欲しいなぁ。あえて敵をスルーして突を狙う。こーい、バラム銃器、こーい。一戦で一回しか呼べない。多分、高火力パイセン。Y は歩兵戦じゃなくて成し遂げに使わさせてもらうでー。そしてここまで一切使わなかった強襲のスペシャルウェポンもようやく使う時が、プレイ1日目のマップを理解するのもゲーマーのたしなみ。行くぜ。スペシャルウェポンアサルトチャージャー。バラム銃砲の削り力、重い銃がいい。中心加熱も意識しつつダイレクトアタック。本体がおばきしたことは気づいてはいけない。成し遂げたぜ。
めっちゃゲージ削れるな。バラム銃機構やばくね。終了。はい、いかがだったでしょうか。ボーダーブレイク、今回は歩兵戦も突もいい感じでしたが、武器切り替えミスやマシンガン系統でのエイムのクソ雑魚なめく時間ありましたので、次回に活かしたいところ。ちょうどこの戦闘でのレベルアップで遊撃の面白武器透明化スペシャルウェポンゲットしたので、遊撃や支援も使ってみたいですね。それでは今回はこの辺でー。